ファルキモ選手の魂の絶対にあれだよねあのさ、多分テレビ局とかだとさ、ちゃんとさ、何秒前ですっていうのも、もう明石気象台のように言うんだろうけどさ、この、ラジオに関しては、ほんとさ、キーン、コーン、カーン、コーンでやっと時間がわかるって。どうもいつもお世話になっております。この度、イカゲームに参加しようという思いがあったんですが、辞退をしました。ハルキ・マセヨシです。よろしくお願いいたします。イカゲームに参加しようとしていましたけど、456億ウォン欲しかったんだけど、出ませんでしたね。うん、まあ、ちなみに、カズ君、2週連続遅刻でございます。サブエブ、ね。いつものことなんですけどね。まあ今ね、俳優活動も忙しい、仕方がない。これさ、俺今さ、パソコンで見たらめちゃめちゃドアップでさ、めちゃめちゃデブに見えるんだけど大丈夫そう？これさ、逆にさ、音声だけの本当のラジオの方がいいんじゃない？面白いね。いや、今ちなみに今狙ってることがあります。カズが来る前にやりたいことがあります。それは何かと言いますと、皆さん知ってるでしょうか、勝慎太郎さんという人がいましたよね、世の中に。テレビの会見中にタバコ吸った人これさ、急にやったら面白いよね。まさかさ、公共の電波の上でタバコを吸うって今ここ最近ないよね。昔当たり前だったんだけどね、酒飲んで放送とかもあったしね。なんでだろうね。やっぱあれかな、世の中変わってるからさ、ビビってんのかな。ビビってるって言い方おかしいけど、ビビっていいんだけどね。俺らがこのズームでラジオをやってるっていうのも、コロナの結局感染拡大を防止するっていうんでね、ズームにしてて、まあ今月いっぱいはズームにしようっていう話をしてますけど、まあ人数も減ってきたしね、予防をしっかりしていけばいけるかなと思ってるんで、まあ一応ね、予防の観点で言うと、鳥越アズーリの方の中の局の中の方では、まあ一応ね、トレールという機械を使って低濃度オゾンを発生させて、空気のね、除菌をやっております。ちなみに今我が家なんですけど、我が家の中でも、低濃度オゾン発生器使っております。現在も使っております。ちなみにうちの店舗、クリニカホワイトの方でも使っております。22畳分のやつをね、使って、空間除菌をしておりますので、なんと、従業員50人からいた中でね、コロナに感染した数はね、まあ、正直な数字を言います、4人です。で、4人の中で、大体家庭内感染です。なのでね、職場ではね、なんとね、感染が起きていないって、素晴らしい結果を出せたので、私春樹正義は、すごく、ね、誇りに思っています。しかしながら、おーい東京都、ゆり子ちゃん、小池ゆり子ちゃん、協力金支払いますっつって、遅いよ、ちょっといい加減、カレーばっか食ってるとおかしくなっちゃうんで、鳥越アズーリを見ている皆さん、鳥越アズーリ宛てに、私に食料を送ってください。なんだったら飛騨牛とかそういうのでも構いません。A5 ランクとかも全然構わないです。食べます。普段食べないですけど食べます。でね、今ね、多分ね、ちらっと流れてるかなと思うんだけどな。普段だったらここでね、カズがね、おって言うんだけど、じゃあ今日は俺が珍しく言っちゃおうかな。今流れてる歌、BGM、 これは何ですか。サブ MC のカズの、姉上さん、
自分でいつも姉上って言ってるのよね。姉上ね、そのクワイエットさんというアーティストさんがいます、の、ステインという曲ですね、各種サブスク、アマゾンミュージックとか、まあ、なんじゃらかんじゃらなんじゃらかんラインミュージックとか、まあまあなんかそういうなんかね、46歳にはちょっとわからないなんかこの CD じゃないなんかそういうねあのやつで買えますんでね、そちらの方もねもしよかったらね、いい加減だってもうね10ヶ月もラジオやってるからそろそろもうこの曲が頭から離れないでしょ。なのでね、ぜひね、もしよかったらねこのまま買っちゃいましょう、買っちゃって、でそれでもう毎日聴きましょう。そしたらこの曲を聴くたびに今度この顔が浮かんでくるんじゃない、ある意味ね暗示です。なので皆さん今携帯持ってる人ちょちょっと調べてちゃちゃっと買ってみてください、それとね役者活動をね家族しておりますので、お姉ちゃんとね一緒にね YouTube チャンネルでね、YouTube チャンネルでね、そのお姉ちゃんがね、いろんな歌を歌ったりとか、まあなんだろう、なんつうの、シーズンをちょっと変えてみて歌ったりとか、アレンジして変え歌ったりとかね、まああと、なんだっけ、雪の花とかね、いろいろ、あと、グレンゲ、チートよくわからないけど、私にはちょっとわからないんですが、今ねちょうどねページ出てると思うんですけど、鬼滅の刃とか、ね、そういうのの歌を、カバーして歌ってますね。まあね正直私が聞いた感想はね、まあ数には言ったんだけど、まあ、ぶっちゃけねこれね歌ってるアーティストさんには申し訳ないんだけど、これソロの方が上手いかな自分の曲になってるから上手いかなと思っちゃうんだけどね、今散々褒めちぎったんで、ソノさん今もし見てたら、言っときます、めっちゃ宣伝したんでこれお願いします。違うかねえ、というわけでね、カズくんもねやらなきゃいけないことも、ね、全部言ってみたんですけど、実はねカズくんも歌を歌ってるんですね。なんかね3月9日あれには騙されたよ、卒業卒業って書いてあるから、そう卒業なのかなと思って、もうねちょっと3万円ぐらい包まないといけないかなと思って、大学卒業なのかなと思って、あと2年あって、ね、騙されましたね。すぐね胸ポケットに隠しましたけどねいやでも今面白かったでしょ、冒頭でいきなりタバコ吸い出したっていう、ね、多分ね勝新太郎か俺か屋敷隆人かって話なんだけどね、これをね見てくれてる方ね、いろいろいると思うんですけど、年代別でね、でね40代からね50代の人はね多分ねみんな分かると思うんだけどね、昔の人はね結構ねテレビのね放送中にタバコ吸ったりとかね酒飲んだりとかね結構あったと思うんだけど、ね破天荒って今だったらね何やってんだよって放送倫理でね多分ね朝の6時とかにねフジテレビとかでね、これは良くないんじゃないですか、あれは良くないんじゃないですかって文句ばっか言うと思うんだけど昔は結構普通だったんだけどな。でもねそういう人に限ってね歌とかは上手、うん、歌とか上手でね、顔怖いのに歌とか上手と思ってね、今日 ねちょっとね、カズくんがね、遅れておりますので、わざとねちょっとね1曲目を早めてみて、入りづらくしようかなと思う、ね、そういうねちょっとね悪いことを考えています、1曲目なんですけど、これね屋敷隆人、みんな知ってる？屋敷隆人、隆人のバーとかやってたんだけど俺大好きだったんだよな、富津雅人ね、
屋敷隆人がね酔っ払ってね喋ってる番組たまに本当に殴り合いの喧嘩とかするやつねあれ今だったらテレビになんないだろうな、懐かしいよなと思って持ってきました。曲の準備は OK ですか？今日ちょっと早めだけどね、1曲目いきます。それではいきます。屋敷隆人、東京、東京。はい、
どっちが顔怖いかな、俺と。ね。多分ね、画面上には出てないんだけど、タカジンを知ってる人、懐かしいと思ったと思うんだよ。でね、東京行ったかって感じ。やっぱすっきゃねんとか、そっち行かなかったんだっていう。まあそれはね、単純にね、夕方5時にね、やっぱすっきゃねんみたいなやつよりもね、なんかちょっと夜の街みたいなね、繰り出したくなるだろうみたいな。そっちの方が面白いかなと思って。ダメだ、このカメラ目線にうまく合わせられないみたいな。うまくいけないな。カズがね、あともうちょっとでね、飛び入り参加しますからね。カズが来たらね、ちょっとね、面白い話しようかなと思ってるんだけど、ね、今ね、これネットフリックスは面白かったら全然俺のこと、スポンサーになってもらって構わないんでね。あと、テレビとかも出ますからね、いつも言ってくださいね。今さ、ネットフリックスの中で、全世界1位。まあ、インドを抜かして全世界1位の映画とかドラマがさ、イカゲームっていうんだけど、みんな知ってます？イカゲーム。面白い。もしよかったら見てもらいたいな。イカゲーム。なんで？と思うんですよ。ね、第1話とね、あれ実はね、答え出てんのよ。俺気づいたんだよね。第1話でね、答えが出てるんですよ。456という数字がね、大好きなね、韓国という国はですね、なんとね、主人公456番にしてるっていうね、この数が来たとね、してるんですよ。でね、001番のおじいちゃんがね、どう考えてもね、001だからね、間違いなくその人だなっていう。あ、おはようございます。おはよう。今日はライトを持ってきました。マジか。イカゲームっぽいな。ライト持ってきました。イカゲームっぽいね。よろしくお願いします。よろしく。忙しかったの今日は。そうですね、移動だったんですけど、もう週末プラス雨プラス大通りということで、ちょっと雨降ってるんだ。降ってます。めちゃくちゃ降ってましたね。あ、本当に。やだね。これ色も変えられるんですよ、これ。本当だ。これ何色がいいですか？ストップストップって言ってもらって。早いからストップって言えねえ。ストップ。あ、それ、それ、うん、これできます。今日でもさ横向きにしたらカメラ目線が大変でさ、どこ見てるかわかんないんだけど。あ、横のがいいですか？いや違う、なんかさ、このさ、イカゲーム。あ、はいはいはい。今さ、すげえ全世界で流行ってて、インド以外はもう全世界興行収入1位だっつうのよ。すごいですね。なんだけどさ、このイカゲームさ、これさ、はい、俺見た感想普通に言っていい？はい。まず面白い。へえ。で、次に言うことね。はい。第1話で最終回が見える。へえ。うん。予想できる。予想できる。だって001番が出てきて456番が出てくる。ほう。主人公のさ、ガフンっていう人が主人公なんだけど、イカゲームの、はいはい、イカゲームのね、はい、ガフンの番号が456番。はい、うん、で最終話でおじいさんが結局001番が出てきて、はい、あそこでね、倒れてる路上生活者が12時までに、はい、あれできるかっていうね。うちの電話が鳴ってるよ。あれ、もしもし、もしもし。これがね、生放送のあれだね。うん、なんだけど、はい、それオチがあるんだけどさ、はい、最後さ、12時前に助けてもらえるっていうね。でおじいちゃん死んじゃうんだけど、 おじいちゃん001番だ。はい。でさ、お金持ってても何しても楽しくないっていうね。はいはいはい。結局最終的に、なんていうの、どこに幸せがあるかっていうものをゲームなんだけど。はい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 。これね、イカゲームっていうからさ、みんなさ、何何ってなるじゃん。
確かに確かに、イカってどういう感じみたいな、ね、変な名前だなってなるじゃん、はい、これね、ハングルでなんて言うの、イカって。え、わかんない、スクイットみたいな感じじゃないですか。オジュン、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 パトン2難しいでしょ。わかんないですね。オジュン、アイレオの王でしょ。王で、G に、はあのパッチムですから、 G で、G がね、 G、 オジュン、オジュン、で、O が EO だから、はい、O、 オジュオゲン、オジュオゲン、そうそう、オジュオゲン、まさかの、オジョゲーム、オジョゲーム、オジョゲーム、うん、ゲームはほら英語だからさ、あ、オジョゲームって、韓国で、あのイカっていうとアオリイカとかヤリイカとかいう感じで言ったら、はい、ヤリイカ系になるんだよね。はいはいはい。で、確かにさ、そういう遊びがあるの、昔の、オジョゲームってのがあるんですか。あるの、あるの。へえ。だけどね、みんな忘れてるけど一回はやったことあるっていうゲームなんだけどさ、へえ。あの日本でいうさ、道端にさ、線書いてってやつね。なんだろう、線書いてとか、ここ入ったらダメとかさ、そういうのある、はい、はいはいはい、ケンケンでさ、やるようなやつ、ケンケン、ああ、どうじゃってポンとかね、そう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 、はいはいはい、それなんだけどさ、それとさ、こう面白くてさ、見たらびっくりしたんだよ、出てる俳優さんがさ、はい、あの名前が間違ってなかったら、はい、イ・ジョンジェっていう人かな、イ・ジョンジェさん、イ・ジョンジェさん、うん、はい、すんげえさ、なんかあのなんつうの、アホみたいな顔して緑色のやつ、はい、456番つくなっていうようなさ、主役の人ですか、主役の人がね、なんだけど、実はその人さ、なんと韓国四大俳優の一人なの。うーわ、今、ね、すごい、四大引き継いだ。現在50までいかないけど、47、8の人なんだけど、はいはいはい、あの映画に出るためにああいう格好してるけど、はい、なんとね、イ・ビョンホンとかいるでしょ。ああ、はいはいはい、よく聞きます。ああいう人たちを軍に抜いてね、四大俳優って言われるのがね、その人が、なんかそういうイ・ビョンホンとかチェ・グンソクみたいな人たちよく聞きますけど、あ、チャン・グンソクか、うん、失礼しました。で、最近で言うとほら、もう BTS でしょ、みんな。ああ、そうですね、かっこいい人 BTS でしょ、はい、でも韓国を代表する、でも4大に入らないんですか。入らない、相当すごいじゃないですか。相当すごい俳優さんがね、実はね、あの映画出てる。やっぱじゃあ演技がだいぶ見やすいというか、いいだね。だからカズなんかはさ、その、はい、俳優活動してるから、はいはいはい、俳優さんで韓国四大で、しかもさ、イ・ビョンホンなんか超有名なさ、はいはい、人なのに、うん、その人でさえが四大に入らないのに、すごいですね。しかも四大に入ってて 40、50歳ってのはすごい若いですね。まだね、50いってない。すごいですね。だからね、演技がすごい上手なの。それでね、全世界83カ国のうちのね、82カ国で興行収入1位だって。すごいな。なんかいろいろな作品と似てるっていうふうによく言われてるのを目にしますけど。うん。デスゲーム系のやつと似てる。ああ、そうそうそうね。まあでも、デスゲームって言った時点で、まあ、だいぶこう、狭まってきてますよね。狭まってきてるけどね、あれヒューマンドラマ。途中途中でね、優しさが出るから。はいはい。結構熱いんですか、展開的に。展開的にはすぐ人殺すってイメージだけど。はい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 。うん。そうそう。あ、今ね、ちょうどね、多分出す、イ・ジョンジェ。やっぱそうだね。イ・ジョンジェさんって言ってね。4歳なんですか。そう。この人はもうスーツ姿しか俺は見たことないけど。あ、そんな普段きっちりしてる方なんですね。刺激とかそういうのに出てた人なんだけどね。わからないなぁ。あのほら、韓国のさ、その朝鮮王朝の時の刺激、ああ、刺激、歴史の死に劇で、そう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 、こういうのに出てくるような人で、まあかっこいい俳優さんなんだけど、このイカゲームに関しては本当よだれ垂らしたおっさんみたいな感じで、すごいな。だから俳優さんってすごいなと思ってさ、なんかだるまさんが転んだをやるんですね。
あ、そう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 。ここはこのタタンタのタみたいな。お、よくわかってるんだ。そうそうそう。なんかYouTube とか TikTok たまにイカゲーム出てきますから。ああ、TikTok ね。最近のその流行りだよね、TikTok ね。そうですね。流行りがすぐにバンバン出てくるんで、あ、こんな流行ってるんだ。全然興味ない。全然わかんない。全然興味ない、俺。そうですね。でも難しい。いや、ね、いやそのね、なんつうの、イカゲームがさ、そんだけすごいっていう風になって、はい。ちょっとそう見たからさ、ああそうなんだって思って。でもアルキちゃんも面白かったですよね。2、3週間前に見たのかな。はいはいはい。従業員が見ててさ、あーお店ので、そう、それで家で俺も見たんだけど、はいはい、第1話の時点で答え出ちゃって、はい、うん、456番っていう数字を見た瞬間にさ、あっ思って、なんで456番にあったの。だって賞金が456億ウォンの。へぇ、だから456人しか出てなくて、はい、001番がおじいちゃんで、はい、スタートなわけじゃん、はい、ってことはそのゲーム作ったのそのおじいちゃん。おー、なるほどね。うん、そのおじいちゃんをどうなぜか組むじゃん。そのおじいちゃんのタッグを組むゲームだから。へぇ、だからもう初めから勝者決まってるんだよ。なるほど。だからリスクを背負わない人生はないってこと。リスクを背負っていく人生が結局ゲームの勝者になるっていうかさ、はい、世の中の勝者になるっていう話なんだよね。へえ、なるほど、うん、そこに気づいてるか。そう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 、だからヒューマン映画だな。あ、なるほど。だって001番がトイレに行くのにおしっこ漏らしちゃうわけ、認知症ってことになるから。へえ、それで456番の自分の服を貸してその見えないように隠すわけ。はいはいはい。その時点で自分の001番のやつをかっこ悪いからこれを着なさいって001番渡されてる時点でもうあなたが視聴者ですよってこと。へえ。っていうふうに俺は読み取って案の定視聴者しそうになった。へえ、すごい読みですね。いや、なんか映画とかで結構そういうのあります。なんか読めちゃったみたいなのたまにありますけどね、うん、読みが外れることもありますけど、やっぱしばしば。俺実はさ、アガサ・クリスティ大好きで。ああ、いいですね。そして誰もいなくなった。うん、それは代表作だね。代表作ですね。そして誰もいなくなった。あのブリッジ、ブリッジ。あとは、あとなんだっけ、 A なん A ってつくやつ確か、うん、オリエント急行殺人事件のコメントない。読んでます。読んだ読んだ。はい。アガサ・クリスティとかさ、ああいうミステリー系大好きなんだね。めちゃくちゃ好きです、僕も。ちょうど僕、うん、大学の入試の時に、うんうん、英語問題の大門さんとかで、うん、アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」の英文だったんですよ。ああそう。あ、勝ったと思って、もうスラスラ行きましたね。もうスラスラ行くって。電車の中で起きる事件ね。そうですね。それもオリエントですけど。うん、オリエントだったね。おお、結構いいですね。最終的に全員が犯人ってやつね。はい。うん、いいですね。いろんなね、日本でもドラマにもなってますし、海外も。なってるね。いろんな俳優さんがいろいろやってるけど、やっぱ小説がいいね。あーと、なんか文の力をふんだんに感じますね、ミステリーっていうものは。自分の頭の中で想像できるからね。確かに確かに。俺好きだなと思ってさ。本結構読むんですか、はるきちゃん。かなり読む。うわー、ミステリーがやっぱ好きですか。ミステリーが好きだね。僕日本作家で言うと、綾辻ゆきたさんっていう作家さんが好きですね。あ、そうなんだ。はい。俺さ、日本のやつは読んでもふーんっていう感じだったんだけど、はいはいはい、大体が。はい、三谷幸喜がいろいろやるようになってから面白おかしくやるからさ、いいなあ。三谷幸喜って面白い、面白いですね。面白いな。裏と下の顔が好きですよ。あ、今泉っつって、はい、あってやつね。そうです、そうです。あれ大好き。まあ、ドラマの田村正和さんでも好きですし、田村正和さんもね、上手だからね。眠り教授そういうのもやってたけどね。さすが三兄弟、なかなかだよね、田村君ね。
あーそっ3兄弟3兄弟3兄弟ともすごいよね。ただ俺最近さクソハマってることがあるんだけど、はいはいはい、俺みんなもしこの後ね暇があったら YouTube で確認してほしいんだけど、うわ何ですか、暴れん坊将軍っていうさ、トゥルルー、トゥトゥルルー、松平健が出てくるやつね。わからん、それは必殺仕事人ね。ちょっとまだちょっと暴れん坊将軍ってね、最初ね旗本のなんか息子でっつって言って、はい、徳田新之助ですって出てくるんだけど、こう主人公がですか、うん、で松平健が出てきて、で、はい、松平健が怒って、で、はい、大体たあの倒しに行くわけ悪者を、はいはいはい、大体ね悪者の名前何々原爆杉田原爆原爆みたいな、なんか要は原爆って多分その当時のなんか役職名だと思う、現場です、何現場みたいな感じでこう来るわけよ、はいはいはい、でその時にさソロでトランペットでね、はい、パー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 って言ってる時に、はい、何々現場なんとかかんとかでなんたらかんたらでって言うわけよ。あ似てるちょっとでしょ、でさえでそのトランペットがちょうど終わる頃に、はいはいはい、上様を語る何とかもの出会いでって言った瞬間に、はい、刀を抜いてさ、はい、葵の御紋がカチッって見えた瞬間にさ急に音楽が速くなる、はい、テン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 、はいはいはい、で最後に成敗っていうの、あーかっこいいですね、締まりますね、そうこのね松平健がね、はい、でね成敗って言うと忍者みたいな2人が交差してパサパサって2人の悪いやつを殺して、はい、てーんてってってってーんてってーんカチンっていうわけ、はいはいはい、綺麗に音楽の中でね人殺すんだよ、あーなるほど気持ちいいですね、うん、だったらもっと早くさやっつければよくない、まあ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 音楽に合わせるところが面白いんですよ、そう時代劇のオチだよあー確かに確かに、あのね桃太郎侍もそう、あんまわかんないです、桃太郎侍もすげえ出てくるときに高橋英樹がバーッ出てくるんだけどね、この局長のね名前も高橋英樹って言うんだけど社長の、ね、はい、出てくるときのさお面かぶってくるんだけど般若のお面を、はい、後でね見てもらったら分かると思うんだけど般若のお面からね高橋英樹の顔がでかいからエラ出ちゃってる、はい、あーその辺が昔だなと思うんだけど面白いですね、うん、だからねそういう時代劇とかそういうすごい有名なやつでも割とねそういう過去をね見てみると面白い、あでね今回はねちょっと2曲目に持ってきたのがマジで俺の中でちょっともしかしたら俺殺されるかもしれない、え何の話ですか、2曲目 TWICE の新曲を持ってきたの、おおはいはいはい、俺の記憶が正しければ K-POP だよね、そうですそうです、で日本人もいるし確か台湾人もいる、ね、そうですね確か日本人の方もいらっしゃいますよね、で一応 K-POP で売り出したんで、そうだと思います、しかしながらここ最近 BTS っていうのがなんかいますよね、ちょっといますよね、五段少年だ、うん、その人たちがビルボードに乗りましたよね、はあ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 、完全にダイナマイトの時点でもうハングル使ってなかったよね、もうほとんどもう英語だったよね、キューバ、そうでしたね、最近は英語の曲が多いみたいな、英語ばっかになったよね、はいはいはい、バターと TWICE のこの新曲も全面英語なんだよ、あーやっぱそういう流れができてるんですかねもう K-POP じゃなくない、あーそう言われると確かにもう普通のポップス
まあでも、あ、確かにね。うん。だからもう世界進出しちゃったのかなっていう俺はイメージ。だから韓国から世界進出してるから K-POP なんじゃないですか、やっぱり。でももうハングル使ってないから韓国じゃないじゃん。確かに。でもありますね、フォーロックでも。なんか例えばフォーロックなんだけど全編英語とかよくあります。あるじゃん。そしたらあれは確かにでしょ。だってどういう作りみたいな。 AK69 いるじゃん。あ、いますね。 AK が日本で歌ってる時は AK だから日本語じゃん。はいはいはい。だけどアメリカでやる時は名前変えるじゃん。あ、そうなんですか。うん、アーティスト名は違う。全米英語なんだ。へえ。だからね、くくりがね、あれで、たまたまね、今回ね、新曲がそれだったからね、俺ちょっとね、かけてみようと思って。僕聞いたことないです。でも聞いてみて、これ TWICE のね、これ曲名なんていうんだろうね。なんだろう。なんかね、とりあえず皆さん、新曲です。TWICE の新曲、はい、多分2週間ぐらい前にリリースされたの、はい、なんでね、ぜひ聴いてみてください。綺麗な英語で歌っておりますので、それでは行きましょう。 TWICE の新曲どうぞ。Boy, wanna keep it cool, but I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Yeah, catching yeah. feels like that applies. If I say what's on my mind, what I hit bullseye. Shoot, I'm ready, aim and fire. Baby, I wow, feel like Cupid's on life. All I yeah, yeah, tonight, yeah, tonight. If your heart beats, I'll stay with them. You know.
すごいよね、やばい、やばいよね、今日の生放送ね。な、何がですか。じゃあ今月いっぱいちょっとズームにして、来月から、うん、スタジオに帰ろうかなと思ってんの。そうですね、それが良さそうな感じしますよね。うん、で、まあさ、コロナのさ、はい、感染者数も減ってきたし、はいはい、だからちゃんと万全なね体制でいけばいいかなっていう、うん、それでちゃんとスタジオでね、わーってやった方がいいかなと俺は思ってて。確かにそうだと思います僕も、うん、で一応ね、あなたが遅刻したせいで、あなたのお姉ちゃんね、はい、宣伝はなんと私がしました。あ、ありがとうございます。天才的なこと、ちゃんとしました。そのクワイエットさんです。あ、そのクワイエットは私の実の姉でございますけども、ステイです。本当にいい曲ばかりで、各種サブスクで販売中なんで、もういい加減10ヶ月もチクタク聞いてれば、チクタクとは言ってね、10ヶ月も聞いてれば、はい、そろそろね、それ買って、それ聞いたら俺の顔が浮かんでくるでしょっていうことで、みんな買ってくださいっていう風に。そういうね、売り方ね、うん、そういうのもあるのね。うん、振り方はいろいろじゃん。確かに確かに、うん、でも基本的にはなんだろう、 YouTube ミュージックとか LINE ミュージックとか Apple ミュージックとかっていう、もうサブスクで月に900円とかって払ってれば、うん、もうダウンロードできちゃうから、ワンタップなわけ。高いな、月に900円もすんの。うん、1000円とかだいたいね。俺なんか今ね、クリニカホワイト、はいはい、ね、今ねワクチン2回接種した方、うん、はね、アプリとかで証明が取れるでしょ。うん。たらね、ワクチン2回接種割って980円だって。すごい。うん。酸素カプセルもそれやってる。ホワイトニングが980円。すごっ。すごいってなことじゃん。うん、そう、俺そういうの好きだから。それはもう、ぜひ皆さん行ってもらって。町田でしたっけ、うん、そう、町田ね。大宮の隣に宮原、うん、両方でやってるんだけどね。近い人はもう絶対行くしかないですね。うん、あとね、年内にね、恐ろしいことを俺はやりだす。何ですか。ドローンの免許を取ると。おお、ドローンをこう飛行させて、こういうことさせるわけですね。うん、それがさ、はい、君の役に立つかもしれないよ。撮影までってことですか。そういうこと。なんでいきなり。いや、今年っていうか来年から免許が変わるから、今年中に取っちゃえば、はい、更新するだけでちゃんとした免許になるから。どう変わるんですか、免許。難しくなるんですか。いや、ちゃんとした国家試験に変わるから。来年から。そうで、国土交通省にちゃんと書類を出さないと飛ばせなくなるから。ああ、どこであってもですか。いや、危険地域とか。ああ、なるほど。あと災害救助とか。はいはいはい、いろんな面で活躍できるから、ドローンの資格、はいはいただ飛ばすだけじゃなくて夜間飛行とか。ああ、いっぱいありますもんね。うん、うん、全部取ろうと思ってるから今俺。年内中に取ろうと。え、今年中に。今年中に。探究熱心の勉強はるきちゃんじゃないですか。相変わらずね。すごいですね。いや、なんかね、新しいことしますね、なんかね。違うんだよ、災害救助でさ、いろいろやってて、はい、ボランティアとかいろいろ活動出るけどさ、はい、ドローンがこの先ちょっといろいろと役立つなと思って。多分ね、楽天がね頑張ってるけど、おそらくね、はい、アマゾンが先にやって、で楽天が後からっていう感じになると思う。何をですか。今楽天がさ、今ドローンで配達しようとしてるじゃん。ああ、ありますね。だけど今運ってなってなくて、航空法でね。ああ、アメリカは OK だけど日本はダメになってるね。なるほどなるほどなるほど。で来年あたりそれが変わって今度アマゾンが、はい、動き出して、それで楽天が後からくっついてくるみたいなね。いう予想ですか。うん、アマゾンの方がやっぱほら海外だから強いじゃん。あー、なるほど。どうしてもね、後手後手に回ると思うんだけど。はいはいはい、うん、
俺が考えてるのはあれだね、災害救助に使えるっていう。すごいですね。じゃあはるきちゃんが遠隔でなんか、あ、ドローンが物資届けてくれたみたいな場面でそのドローン操ってるのがはるきちゃんの可能性が出てくるってことですよね。まあ、物資を運ぶはまた別になるんだけど、あ、ただ人を探しに行くと、ああ、あそこにいるぞみたいな、そう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 、上空からこう見つけて、で GPS でどこどこに一人発見とか、そういうことができるんだと。熱海のさ、この前 の、 あの災害の時につくづく思ったんだ、はい、ああ土砂崩れがひどかった時ですか。そう、あの時はもう完全にさ、もう人の力でどうにもできなくなった。うん、結構閉じ込められてたみたいですよね。うん、かなりねやられてたからね。だからね、なんつうの、何でもかんでも先へ行くわけじゃなくて、はい、そういうね、なんつうの、テクノロジーを使って、はい、うん、いろいろな場面に役立つ男になりてえな。かっこよ。俺でしょ。かっこよ。環境大臣とかになります。俺が？はい。いいよ、それ小泉にやらしとけよ。新次郎さん。いや、政治家にはならない。なるほどね。政治家になるのは辞退する。ああ。立候補辞退する。立候補はするんだ。俺政治家になったらやばいと思うぜ。なんか結構強そう。じゃあ俺政治家になったらマジやばいと思うよ。どうやばいんですか。浜田光一みたいになると思う。どういう感じになるんだ、そんな。だから国会中継の最中にうるせえバカ野郎って言っちゃう。あ、言ってそう、言ってそう、言ってそう、うん、寝てんじゃないよって叩き起こしそうですよね。いや、寝てんじゃないよって言わない、絶対。あ、嘘。寝てんぞ、寝てんぞ。あー、そっちか。寝てんぞ、寝てんぞ。カメラ、カメラ、カメラ。あれ、ほ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 れ。そっちタイプ。なるほど。普段寝てても給料もらえるとこじゃん、つって。みんな見て、見て、みたいなね。みんな見て、寝てる、寝てるって。やじゃん、寝てる。メロリン Q みたいなことはやらないか。メロリン Q なんですか。メロリン、いやいや、名前言っていいのかどうか分かんないけどさ。あ、じゃあ、じゃあ、いいです。じゃあ、いいです。メロリン Q みたいなことは言わないけど。なるほど。何これ、手を挙げましたっけ、何手挙げた人いる。何だろう。あ、立候補、なんか、一票入ったんじゃないですか。清き一票。手を下ろしてくれる。ほんと。あ、そういうことか。ああ、ああ。でも、面白いだろうね。俺が、ほんと、大臣になってさ、なんか物申したらさ、国民全体がさ、分かるような言葉で喋るんだよね。一回そういう回作ってみますよ。なんかこう、もしこう、はるきちゃんが大臣になったら、うん、まずこれはこうして、これはこうして、これはこうするみたいな回。あ、いいんじゃない。そしたらその質問をさ、カズが作ってよ。あ、いいじゃん。はるきちゃんがじゃあ、もう大臣になったという体で僕がインタビューしに行くみたいな、うん、そうそうそう、いいね、面白いね。あ、面白いですよ。うん、あくまでもはるき国会でしょ。はるき国会で、本当にで、はるき総理大臣だったら何をするの。そう、そうです、そうです、そうです。僕、記者ふざけないで、本当に答えちゃうって。そうですよ、もうパシャパシャパシャって撮って。暗殺されるぞ。俺されそうですね。俺絶対全部食べちゃうから。3回ぐらい未遂で、4回目でもうついに、みたいな。大丈夫だよ、結構背中に目ついてんから、すぐ俺見つけるから、ほんっつって。それ面白いね、その企画やってる。ちょっとやってみよう。このスタジオで討論会ね。やりましょうか。その時はBGM、てんてんてんてれってんって、朝まで。朝まで会議。てれって。朝までその会議。ダブトンでも置いてきましょうか、じゃあ。それを姉ちゃんがずっとさ、鼻歌でてんてんてんてれってんって、そのくわい。もう無駄遣いってことでしょ。贅沢遣い。面白い。面白いですね。という感じでね、本日もね、生放送終了になりますけどね。あと1分ですね。ありがとうございます。いや、もう20秒前。あれ早い。早いってなこと。ね、カズもね、今だんだん忙しくなってきてね。で、今回ね、ズームでずっと協力してくれててね、本当ありがとうね。こちらこそ。毎回毎回ね。皆さん、ぜひ、スタジオでね、ちゃんとね、目立ったね、パフォーマンスをしながらね、もっとカズを売り込んでいきたいんだけど。ありがて、頑張ってください。 来月からスタジオ戻りますので、ね、はい、スタジオの皆さん、ね、本当ね、
急に何が起こるか分かんないから気をつけてくださいよ。よろしくお願いします。って、ね、って感じなんでね、はい、本日も締めましょう。はい、終わりましょうか。終わりましょう。ありがとうございます。50分になりましたんで本当に皆さん、ね、気をつけてください。それでは本日も春木もさよしの魂のラジオを聞いていただいて誠にありがとうございました。ありがとうございました。来週は、お休みします。え、嘘だけどね。びっくりした。本当にびっくりした。嘘だ。わいいと思って。いやいや、冗談だから。はい、わかりました。全部嘘、ごめん。全部嘘。全部ちゃんと来週もやりますんで、皆さんぜひこの時間しっかり時間を空けてください。はい、サブとメイン様よろしくお願いします。それでは締めます。はい、皆さんせーの、3、9、7、ありがとう。お疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。これカメラメッセージ大変なんだけど。